皆さんどうもこんにちは。こんにちは。はい、ということで始まりました。名城線巡る旅。今回は伝馬町から堀田ですね。はい。堀田に向かって歩いていきたいと思います。だいぶ都会ですね。だいぶ都会になってきましたね。大通りですよ。じゃあ今日もちょっと面白いの撮れるように頑張っていきましょうか。せーの。ちょっとあれ距離が長いんでしょ、確かここ。ちょっと距離が長いですよ。駅と駅の区間が。痩せちゃうね。だってさっきめっちゃ食っとったもんな。それはまた別の動画です。インスタチェック。インスタ載せますね。古いな、なんかやり方が。もうインスタって初めの頃のやつや。インスタ見てください。食べたもん逐一載せてるんで。もう胃袋の中丸見えですね。本当だよ。もうね、麺かカツ。メンチカツ？メンチカツ。メンチカツ意外と食ってない。あ、そうだね。意外と食ってねえよ。意外と食ってねえな。でも近くにメンチカツ屋さんあったから、ちょっとまたどっかでね。行きましょう。行かないと。なんか食べ歩きもいいね。たまには。これ持ってやってこうね。似合うな、おい。似合うな。欲張り欲張り。団子屋ですか？お買い得パックね。お買い得パック。おデブパック。おお、引っかかる。コンプラに引っかかるよ。ごめんなさい、皆さん。コンプラに引っかかるよ。おデブ言っちゃうけど、僕も太ってますんで。割とね。最近ちょっとね、筋トレもしてますから。今度筋トレの様子もお送りしようかな。誰得？いや、なんかわざとそうだったから拾うんから、動画的に。後ろ名鉄がね。あ、来ますよ。名鉄通ってます。名鉄さんが。あっち、知多の方だね。知多方面だね。さ涼しくなりましたね。もう本当にそうだね。だいぶ涼しくなった。風とかもいい感じだもん。もうベストだよ今。この日はね、やっぱり涼しい日、涼しくなったら皆さんやっぱりね、どこに行くか、ビアガーデンですよ。基本ね、そうなの。今はビアガーデン。はい、今のこうね、涼しくなりしたからビアガーデン行くじゃん。で、冬はさ寒くなってくるやん。屋内でビアガーデン。で、春になってきたら新しくね移動で会社とか来る方いるじゃないですか。それはもうね、新入ですね、歓迎会みたいな、ビアガーデン。夏はね、どこ行くかみんな分かってますかね。ビアガーデン。やったはい、以上です。現場から以上です。ビアガーデンうるさ。急にビアガーデントークしようか。はい。この先ちょっと行けんね。橋がある。橋がね。うん。でも。車専用ってことか。まあ渡れんことないけどちょっと危ないかなって感じだから、隣のちっちゃい橋を渡ろうかな。こっちかな。うん、自転車とか歩行者の人はね禁止になってるって書いてあるから、警戒してください。はい、こっちですね。ちなみにこの川の名前は後で言いましょう。はい、あっちの橋を渡っていきましょう。はい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 。ちょっと持ってないとこやんね。気抜いちゃいかんよ。すぐ出すからよ。すぐ出す。向けられたら出ないよね、逆に。向けられたら出ないね。おいおい。出してほしいと思ってないから。あった橋。足が垂れてください。おい、ローカルな人がする。ローカルな人がするやろうか。こんな感じで景色。なんかいいね、下町感あっていい。やっつけてくれよ。俺のレモン堂がいた。レモン堂ヘビーユーザーでしょ。ヘビーユーザーじゃないよ、ただケースをやるだけだよ。それはヘビーユーザーやないか。あ、あそこじゃない？あれ？もうちょっと見つけたぜ。E から始まって K で終わるやつね。英語で言うとね。大丈夫かな。何のあれも調べてないけど大丈夫ですか。でもここだよね。あ、ここ見つけました。いいね。また滑り台があるね。なんでこいつ。ブランコですね。こうちゃんはおむつ型の方で。何があって男性にしかわからんところがきついね。男性にしかわからんところが多分えらいことになるね、これは。とりあえず入らんね、もう見た感じでももう入らん、足のとこね、入らん、でも入らん、これならうちも入らん、おい。いや、もうとんないやり方でも科学的に。いや、どうしよう、気持ち悪い。めっちゃ気持ち悪い。取れる。久々だけど楽しい。あ、ハマってない。ハマってない。意外と楽しいね。ただちょっと怖い。なんだ。なんでこんな気持ち悪いの？いい年してするもんじゃないわ。気持ち悪い。そしてちょっと恐怖感覚えたよね。ああ怖い。ちょっとチンサムじゃなかったの？チンサム。ちょっとチンサムじゃなかった。それは一人だけですね。チンサムではない。ついてる？ついてるよ。おおついてる。おおやったおい。はい。公園から帰ってきましたよ。ちょっと疲れた。ちょっと気持ち悪い。三半規管というものがやっぱり衰えるんかな。人間というのは。いや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 ね。ああでも楽しかったね。童心に戻った感じで。そう。なんか結構ね落ち着いてますね、空気が。下町というか。初めて見たねこれ。350円。安くない？違う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 。記念すべきところはさ、ここもそうなんだけどさ、これって自販機あるんだ。これが最近出たよ。しかも200円って安くね。安くない？安くない？乗りたいんじゃん。乗りたいんじゃん。安くない？いいぞ、買ってもいいよ。どうしようかな。ちょいいっすかマジで。いやマジで近所だったら買うでしょ。うん、今買っていいっすか。ちょっとどうしようかな迷うな。この後なんかでもいかん、カフェ行くんでしょ。うん。ちょっとやめときます。すみません。ベロンベロンなやつ来たらマジで。なんでベロンベロンやね。どっかでベロンベロンなのは。レッツゴー。ちょっとモザイク入れといてください。モザイク、ここの会社モザイクちょっと。今度あっちなんですけど。歩道橋がねえ、橋がねえよ。緊急事態発生。この橋渡るべからずですね。じゃあ突きるか。おっと、パン屋見つけたぜ。パン屋行く？パン屋行っちゃう？いや、ここ調べたよ。調べたけど高級食パンだからね。これよ。うまそう。美味しそう。以上です。じゃあ食べたことあるけど美味しいよ。ちょっと今の食べたいけどちょっといかないでしょ。違うのよ。いろいろあるもんね。また来ます。めちゃくちゃ食いてよ。めっちゃ食いてよ。今のめっちゃ食いたくなった。名古屋高速です。来ましたね。やっぱ歩道橋って青春感じるよね。ヘイえ、何？一応ね、車のあれが。あ、車のあれがね。車のね、音がちょっとね。ヘイヘイヘイは聞こえとる。はい、よいしょ。終わったぜ。終わったぜ。終わったテンション高いね。ピポピポ言うてますけどね。ピポピポ言うてますけど、天満町駅から降りた駅終わりましたよ。お疲れ様でした。とても面白かったね。面白かった。久々の公園のブランコ。酔った。酔った。自分で酔った。酔った。はい。あそこですね。はい。まあね、最近こういうのね、サイレントモードですから。サイレントモードですからね。ケンタッキーかな。ちょっとね、モンストローガチャでいろいろあったんですけど。次はね。何でしたっけ？次回は堀田から妙音通りっていうことです。ちょっと区間短いんで存じ上げないな。そう紹介できるか不安ですけど頑張ってください。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。またねー。